エチェバリは、スペインバスク州ビスカヤ県のムニシピオ。コマルカとしては、グランビルバオの構成自治体の一つであり、ビルバオ都市圏に含まれている。1970年代末の民主開口期以後に4度の公式名変更を経験しており、1983年までは、スペイン語化されたツズりのエショバーリが公式名だった。カスティーリャ地方から、ビスカヤ県、ウルドニャ、 オレデュアを経由して、ビスケー湾岸のベルメオに至る、交易路の途中の町として、エチェバリという地名が初めて登場したとされる。1950年の人口は約1500人だったが、1950年代以降に、ビルバオ都市圏が急速な工業化を進めると、ビルバオに隣接するエチェバリには製造業施設が数多く建設され、1960年には、 人口が4000人を超した。住宅地としての需要も増加し、1990年代には6000人を超した。2005年にはメトロビルバオがエチェバリまで延伸され、2008年には人口が9000人に達した。メトロビルバオのエチェバリ駅西は、ビスカヤ県の県とビルバオ、北はサムディオ、東はガルダカを南はバサウリと隣接している。 自治体南部をネルビオン川が蛇行して流れており、その蛇行部には多くの製造業施設、メトロビルバオやバスク鉄道の鉄道駅、市庁舎などが立地している。旧来からの市街地は蛇行部と山地の中間にあり、自治体北部はアルチャンダ山などの山地である。かつてのエチェバリはネルビオン川流域に形成された農村集落だった。エチェバリは6地区に分かれている。 メトロビルバオのエチェバリ駅は1号線と2号線、それぞれの駅であり、1号線はエチェバリ駅が起点駅、終着駅であるが、2号線はさらに東側にバサウリのアリス駅が存在する。ビルバオ方面の隣駅であるボル、エタ駅とともに地上駅であり、エチェバリ駅前にはパークライド用の駐車場が設置されている。将来的には5号線が開業する予定である。 エチェバリバスが2路線を運行している。10分間隔で運行される1系統はメトロビルバオのエチェバリ駅とサンタマリナ地区を結んでおり、30分間隔で運行される2系統はエチェバリ駅やバスク鉄道の鉄道駅とポリゴの地区を結んでいる。バスク語でアチェは家、ベリーは新しいを意味し、アチェバリーは新しい家を意味する。 1930年代末から1970年代半ばのフランコ独裁政権時代にはバスク地方でバスク語が抑圧されバスク語を公の場で使用することができなかった1970年代末の民主開口期にバスク州が発足しバスク語が国家公用語であるスペイン語と並ぶ公用語に指定されるとバスク州の各地で バスク語を尊重した自治体名の解明が行われた。1983年以前の公式名はスペイン語名のエショバーリーだったが、1983年には公式名がアチェバリー・ドナズ・タベコ・エレザティアに変更された。スペイン語のエショバーリーがバスク語のアチェバリーに変更された上に、エチェバリーに所在するサイエステバン教会の扉を意味する名詞が、 ハイフンの後ろに連結された。自治体名は完全にバスク語化されたが、1986年時点のエチェバリのバスク語話者比率は5.7%に過ぎなかった。1985年には公式名がアンティグリアでサンエステバンデアチェバリー、アチェバリー、ドナズタベコエレザティアに変更された。ハイフンの後ろの名詞は変わらないが、この名詞のスペイン語訳が カンマの前に連結され、スペイン語とバスク語を併記した、いわゆるバイリンガル地名となった。前半部分はスペイン語でありながら、スペイン語のエショバーリではなく本来バスク語のアチェバリーが用いられており、地名としては、アチェバリーという綴りが言語を問わず定着したと見ることができる。カンマで連結された場合は、全体で単一の名称であることを意味するため、 スペイン語でもバスク語でも公的文書では必ず全名が使用される。スペインでも例を見ない長さの公式名であり、民主会後のバスク州において公式名にカンマを用いた初の事例だった。1985年の公式名変更では問題も生じた。公式名の綴りがこの土地固有の地名であるアチェバリーの E ではなくアンティーグリアの A から始まることで、 電話帳などで自治体名を検索する際に混乱を呼んだとされる。1994年以後の二度の解明はいずれも同じ市長が主導して行ったものである。1994年には公式名がアチェバリー、アンティグリアデサンエステバン、アチェバリードナズタベコエレザティアに変更された。カンマがハイフンに置き換えられたが記号としての意味は変わらず、全体で 単一の名称であることを意味する。また、土地の固有名詞であるアチェバリーが最前部に移された。公式名変更を問う自治体議会での採決は賛成10、反対1、危険2の賛成多数で大きな問題もなく承認された。2005年にメトロビルバウがこの自治体まで延伸するのを控え、名称仕様の合理化と簡素化を理由に、 2005年には公式名がアチェバリーに変更された。1994年同様に大きな問題もなく、自治体議会で承認され、エウスカルツァインディアも名称変更が妥当なものであると認めている。エチェバリの自治体機エチェバリの自治体文章。ありがとうございます。